これは本郷死柄木町に住んでいた頃の話である。当時は停電の前を電車が走っていたと書いても、電車も停電も戦後まであることはあったのだから、それだけでは時代を示したことにならない。それならば、日本で戦前だとか戦後だとかいうようなことになるとは、誰も夢にも思っていなかった時代ということにしておこうか。とにかく、停電と電車が出たのだから、 これが文久三年といった大昔でないことくらいは分かるはずであるどうもその頃はその電車が通っている道もおじゃり道だったような気がするそれだから春になって暖かい風が吹き始めると埃が立ちそのために電車通りに並ぶ古本屋の店先の本がザラザラしたもっともそういう商売をその頃していたわけではないただ 学生時代の癖で古本屋を覗いてみるということもたまにはしたというだけのことでそれでは何をして暮らしていたかということになるとこれが実はそう簡単に説明できることではないのである別に昔の時代は良かったというのでなくて確実にそういうことが考えられるのは例えばフランス革命の後で18世紀のヨーロッパを振り返るとか安禄山の乱の最中に 幻想皇帝が長安に都していた政治を改装するとかいう特定の場合に限られたことであるが、停大の前を電車が春風に砂ぼこりを上げて走っていた頃について一つだけ言えることは、生活が楽だったということである。当時は1円を100で割った1銭というものがあって、これが今の10円銅貨の倍はある大きさのどうかの形で人から人へと手渡されて、1円はお札だった。 その上に五円札、十円札というのがあって、十円札がイノシシと呼ばれていたのは覚えているが、一円札の別名が何だったかはもう思い出せない。それよりも五十円銀貨かギザイチで、そのことが記憶に残っているのは、この方が手に入れやすくて結構使い出があったためと思われる。そのことから暮らしの話に戻って、例えばその頃は横浜までコーヒーの粉を仕入れに行って、 これを東京の高円な喫茶店に卸して回っても1日34円どうかすると56円にもなったそれが森そばが7000の時代にであるまた例えば中古の自転車を新品に仕立てることがとにかくその頃はできもすれば商売にもなってどこかで中古を1台手に入れて多少その方のことについて心得があり友達が自転車屋をやっているのにそこの道具を借りれば あまり手間をかけずに当時の製品でいえば何年か前のギア M が今年のギア M に早変わりして自転車を欲しがっているものに恩を着せて売りつければ中古に払った値段の倍にはなった要するにどうにでもこうにでも暮らしは立ってその一時の稼ぎで何日でもあるいは運が良ければ何ヶ月でも懐で押して生きていけたから定職がないことに自然だったが初めに書いた通り住所不定ではなかった 今はその町のたりがどうななったか知らないもし11階建ての高層住宅の隣に17階建ての高層住宅が建っていてもこの頃のことだからと思って諦めることにするしかしその頃の本郷は木が多くて静かな町だったそして表通りの一部はあるいは舗装してあったかもしれなくても路地に入れば砂利道であるのはもちろんのことで この砂利道というのも今では解雇の情を込めて説明するに値するこれはその言葉からも察せられるように砂利を敷いた道であるがそれは敷いた当座のことであってそのうちにその上を行き来する人間が砂利の上を下の土の中にその回数からすれば丹念にという具合に踏み込んで砂利は土に没しただの泥道になったのがしばらく続くとまたそこに砂利が敷かれて それがまた土にめり込むまでは歩きがたい。砂利が敷かれたばかりと、ただの泥道の中間ぐらいが砂利道の見どころである。そのあたりならば、道は一応平たくなっていて、歩きやすくてその上、懐で押していけば、天気の日にはまだ土から頭を出している砂利の灰色が、土の茶色とこっちの目には馴染みの配合をなし、それが雨の日か雨上がりならば、砂利も泥も妙な具合に光って、 雨の道の道念を完成するもしその辺りの当時はもちろん木の電信柱に自転車が立てかけてあったりすればそれで文句なしに雨の日の東京というものが出来上がって筆太に書いた下駄屋の立て看板とともにここは東京だという思いに人を誘わずにはいなかったそれは夜泣きそばの笛の音やラウヤの汽笛や晴れた日に空を舞う鳥びと同様に東京の一部を成していたので。 人口が何百万だとか、東京市がいつの間にか東の京都に変わったとかいう泡沫の現象と違ってこういうものが東京でありそのために東京が東京という町だったのでその空を舞うトビがいなくなったのならばその代わりになるものができない限り今の東京は東京でもなければどこの町と呼べるほどのものでさえもないしかし管を巻くのはやめにしてまたもう一度繰り返して言えば その頃も住所不定ではなかったその信楽町の家にどういう事情で住み込むことになったのかはあまり前のことになるのでどうも思い出せない一つにはその頃は貸家屋とか鹿島とかいうのが東京の人間が普通に住む場所だったのでただの気まぐれからでもどこかよその鹿島あるいは貸家屋に移りたければ好きなところを探せばよかったから。 なぜある町のある家から別な町に住み替えたかいちいち覚えていられるものではなかった。もし必要があれば、第八車を借りて荷物を乗せて望みの場所まで引っ張っていけば、大概はその辺のどこかに鹿島とか菓屋とか書いた札が下がった家があって、そこが気に入らなければその少し先にまたそれがあった。それで、昔々のある日、 第八車を止めたのが偶然そういう鹿島の札が下がっていたしがらき町の家の前でその部屋を見せてもらって気に入ったのだということになりそうである。それから随分長い間そこにいた。その場所柄からそこが学生向きの下宿だったのでもいいようなものであるが家の持ち主のお島ばあさんが鹿島の札を出したときにそれを望んでいたのかどうかはついに聞かなかった。 これは見たところは別にばあさんというほどの歳でもなくて、むしろおばさんの感じだったが、それが初めのうち名前のことは頭になくて、したがって名前で呼びもしないで付き合っているうちに近所の人たちがそう呼ぶので、いつの間にかこっちも自分がいるところの女主人をおしまばあさんと考えるようになった。そのおしまばあさんがこっちのことを何と思っていたのかはわからない。これが例えば、 乗った電車の車掌とか食堂で注文したものを持ってきてくれた給仕とかいうのならば互いに何と思うもないわけであるしかし長年同じ家の一間を貸してもらっていて一日のうちにまず二度は食事の世話にもなってそれでどういう間柄になるかというようなことになると例えばお島婆ばあさんとの場合はいわば初めからどこか気があって安心しているうちに もっと前から付き合っていた感じがしてきて相手がそこにいるのがしまいにしごく当たり前なことになったというのがお互い様だったのではないかという気がするそういうこともあるのでそれが当たっていないと思わせるほどのことをおしまばあさんは最後までしなかった湯豆腐というものがあるこれを書いている今がまだ冬だからそれが頭に浮かぶのかどうか知らないが 冬の晩にこっちが出かけずにいる時は、おしまばあさんがよくこれをやって、自分もこっちの部屋に来て二人で仲良く豆腐をつっついた。こういうものを二部屋に分けて作るのでは手間がかかると思って、はじめの時にこっちがおしまばあさんを部屋に呼んだように覚えている。それでいて、そういう時に大して話をするのでもなかった。ただ二人の間に昆布をひいた土鍋があって、中に豆腐とタラが沈み、 それをすくっては薬味を効かせた醤油をつけて食べるだけでそれが湯気を立てているのがうまかったから話をする必要もなかったおしまばあさんがそういう時に酒も一本つけてくれたがそうした場合に飲むか食べるかどっちかが主になるのが普通で酒はあまり上等なものではなくて豆腐はうまかったから酒はいつもその一本で終わったまた一本だとそれが味覚を刺激することにもなって 今でもこの調味の方法を時々用いることがある。お芝婆さんは食事が済むと、さっさと机のものを下げて、こっちはまたその部屋で一人になった。しかし前に行った夜泣きそばの笛も聞こえれば、路地の向こうの道を電車も通り、しばらくは何の音もしなくて、沈黙に浸っている思いをしている時に、こういう音が聞こえてくる方が、車がただやたらにうるさいよりも、 はるかに都会の真ん中にいるという感じがする。その頃の東京は都会だった。こっちが下宿している家の女主人のことを近所の人たちがお島ばあさんと呼ぶのを聞いているうちにということを書いたが、その近所の人たちというのもすぐ隣に住んでいるのでさえ何をしてどういう境遇の人間かわからなくて、道を幾度も通って顔を合わせているうちに口を聞くことにもなり、 それが隣近所の付き合いに結構なった。おそらく困っていることが分かれば助け合いもしただろうと思うしかしそんなことも起こらなかった代わりに何年も同じ場所にいるうちには近所の人たちの中で近所付き合いよりももう少し親しくなったものもあった中古の自転車を安く手に入れて友達に自転車屋がいればそこの場所と道具を借りて 中古を新品に仕立て直すと書いたのは家庭ではないその自転車屋は路地から表通りに出る角にあったこれもその町に来てから馴染みになったのでまだ来たての頃ある晩道に迷って自分の家に曲がる路地がどこなのかその自転車屋で聞いたところがそこの路地がそうなのだったこの間抜けな質問をしたよしみでそれからは店の前を通るときにそこのカンさんがいれば 何か挨拶を交わすようになり、そういうわけでこのカンさんという友達が一人できたカンさんはその店の跡継ぎで一人息子だったからいわばそこの若主人だったこっちよりも年はとうも下の感じだったが当時は若い者が子供の頃におやつにチーズを食べて育って頭までふやけたかと思うような代物でなくて二十歳を超えれば一応は人並みに大人の振る舞いをして またそれを心掛けもしていたから菅さんが若いということは付き合いの妨げにもならなかったむしろ時々そこの店先を借りて中古で儲けさせてもらうこと以外にも暇なおりを一緒に愉快に過ごせる相手ができてありがたかったこの自転車屋という商売も今日では説明が必要かもしれない少なくとも東京では自転車屋というものはあまり見なくなっていて もしあってもそれが自動自転車とか自動三輪車とかの商売の片手間に自転車も扱っているに過ぎなくてよく見なければ自転車がどこかに置いてあるとも思えないしかしこれはかつては東京で電車に次ぐ重要な交通機関だったその頃の東京といえば今日の東京の日曜を思えば多少はその観念が得られて それもここでは歩く天国とかいうお祭り騒ぎの雑踏を頭に描いてのことではないその地獄を離れれば今日でも東京の通りや路地は日曜日や車が数えるほどに減って道の大部分がその表面になりこの街でもこんなことがあるのかとその異様な静寂に打たれるしかし昔はそれが毎日のことだったのでそれが東京の街でありそういう具合だったから 歩くのよりももう少し早くどこかに行きたくて電車が来るのを待つのが嫌ならば自転車に乗るに限るわけだったそれで自転車屋というものが繁盛して信楽町の路地から表通りに出てきた角のところにある自転車屋さんもその一軒だった今思い出してみてそこの若主人のカさんにどういう特徴があったということもないようである当時の習慣あるいは 文明に従って大人として扱えるごく普通並みの青年でこれを真面目と称すればまた誤解が生じるそういう真面目な人間というのが実在するものかどうか知らないがこの形容詞はそれに付帯するいくつかの条件を考えていくとそれに該当するものが人間と思えなくなってきて真面目だから酒を飲まなくて真面目だからタバコも吸わず小説も読まず芝居も見ず 外国に行けばそれが全くただ見聞を広くするためというようなのは人間ではない菅さんはそんな牧伝人ではなかったが同時にそうでないとなるとすぐに連想されるのが今日の式体であるただもう浮ついて週刊誌の表紙にもってこいである種類の腰抜けでもなかったこの頃は普通の一人の若い男について書くのに随分手間がかかるものである カンさんはそういう極めて普通のあるいはその頃は普通に見られていた青年の一人だったこっちが立っているところがこっちが探している路地の入り口であることを教えてもらった翌日の午後に横浜に行く用事か何かでまたそこを通った時にカンさんがいて家は見つかりましたかと聞いたから実はそこに住んでいるんですと答えざるを得なかったそうするとカンさんが笑って 最近越していらしたんですねと言ったそれが我々が親しげに口を聞いた最初でその時はそのくらいのことで別れたがそれが相性というものなのかそこの前を通る時にカンさんが店にいることをそれからはなんとなく心待ちにするようになったその状態からもっと実質的に付き合うことになるまでは一足であるそれもやはりその頃のある晩本郷の辺りには もっともこれは本郷に限ったことではなかったが本郷にもいくらもあったおでん屋の一軒に入っていくと菅さんが一人で飲んでいたので話は早かったこれも冬のことだったように思うこのおでんというのは冬食べるものと決まっているわけでなくてそれでおでん屋というものがやっていけたことにもなるが冬の味が格別であるのは説明するまでもないことで季節が変わるとどうも足はむしろ 寿司屋や蕎麦屋やに向かった説明するまでもないことといってもおでんやおでん屋とかいうものについても今の東京では多少の説明が必要なのだろうかこの頃東京の街を歩いていておでん屋というものを見たことがないがそう何もかも説明してばかりいられない我々が外国の小説の類いを読むときに知らないことが多くても そこに書いてあることから大体の状況を察して読み続けるのに、それほど不便を感じないのであるから、そのやり方をこの場合にも適用して、状況がそのまま説明になるということで話を進めたい。そのおでん屋の土間に並べられたいくつかの机の一つに向かって、カさんが飲んでいたからこっちも自然その反対側の腰掛けに腰を下ろして、別に調子を頼むことになった。 それが来るのを待っている間にカンさんが自分の杯に注いでこっちに回してくれたことは言うまでもない「言えますね」とカンさんがつぶやいた「その頃の東京は確かに寒かった」「最近の冬がそれほどでもないのについては地球全体がそうなのだとかいろいろな説が行われているが大事なことはその頃冬になると嫌でも冬ということを思わずにいられないくらい寒かったことなので」 それでおでんもありがたければ熱燗の酒もうまかったそうしていて外に聞こえる凍りついた砂利道を人が通る下駄の音も冷たそうで寒さが空から東京にのしかかっている感じだったもちろんそれだからおでん屋の店の中も寒かったそれを温めるという観念もなくておでん屋の主人が立っている前には鍋が煮えていて暖かくて 場にいるおかみさんの脇には火鉢が置いてあったが客は酒とおでんで温まることになっていて事実それで飲んでいるうちに暖かくなったのだから冬の気分が薄暗い伝統の明かりとともにゆっくり味わえたそれは鍋から昇る湯気と匂いにも漂っていてその頃は冬というものそれ自体に匂いも手触りもあると思っていたものだったこの辺りは静かでいいですね」と こっちも調子が来てから菅さんに注いでいったそれでそこに移ってくるまでは京橋の高松町のゴミゴミした中に住んでいたことを今になって思い出したが別にそれはこの話と関係があることではないそう言っただけでその高松町のような場所から越してきたものと受け取って菅さんはこの辺りが静かであることについて言葉を探したそのくらいの飲み込み方ができなくて都会の人間ではない 金安までは江戸のうちなんだそうですからね。と菅さんは言った。その江戸のうちでも外れの方だったんでしょうよ。その金安の小間物屋だかなんだかは今でもあるはずである。そういうどうでもいいような話をしながら飲んでいるのは、お島ばあさんと湯豆腐をつっついているのくらい楽しかった。そこの店の熱漢というのは、酒が通っていく喉が焼けそうな本当の熱漢で、 またそうしなければ飲めないほどの辛口でもあったから酔うよりも先にその熱いのと酒が強烈なので帰ってしばらくのうちは改めて目が覚める思いをする塩梅だったそしてその店は前に一度来た時も気づいたことだったが新たに一本持ってきても前の空になった調子を下げずにいて菅さんの前にも二本そのいかついのが並んでいたこうしておくと何本飲んだかわかるからなんですよと カンさんがその町の先輩らしく説明した。しかし気をつけないとね、この酒は酔います。それでなおさら何本飲んだか知っておく必要があるわけですが。そういえば、前に来た時も初めの感じに似ず、かなり酔ってその店から帰ったことを思い出した。これに対抗するには食べるのに限るので、おでんの方は袋に、ガンモに、爆弾を頼んだ。 この他に、その頃はおでんのの種に何があっただろうか。その晩もこの三つを頼んだ覚えがあるのからすればおでんの中でもこういう脂っこいものをいつも頼んでいたらしいそのおでんも熱くてからしもとびきりよく効いたそれに熱かの酒でそういうものを飲んだり食べたりしていると寒さを忘れるばかりでなくて菅さんが言った通り酔わないでいることの方も危うくなってきた。 「このお調子で10本飲んだらどうだろう?」とカンさんに言ったその言葉遣いも存在になっているのに気がついて一応は酔いを抑えたつもりだった「それはよしておいた方がいいでしょう」とカンさんが言った「ここの酒は強いんだからこれを5本と飲んだ人はいないでしょう」「それを受けてたつきになったのだからすでにかなり酔っていたのに違いない」 しかしそれですぐにガブ飲みを始めるほどまだ正気を失ってはいなくてそういうことをすれば角が立つことくらいは頭の一部でだけでも分別がついたその代わりにカンさんとそれまで通りにポツリポツリと話をしながらゆっくり飲んでいるうちに是が非でも十本の調子を自分の前に並べる決心をしてカンさんが気候のことを言えばこっちは世間の噂話をし それを菅さんが取り上げて文明批評のようなことを始めればこの寒さで春が来るのが遅くなるのかそれとも早いかというふうなことに話を引き戻すうちに5本は調子を並べることができた菅さんはこっちが考えていることを察したらしくて止めもせずそれを顔に出すほどではなくて実際に10本飲めるものかどうか多少の好奇心を持ってこっちがすることを見ている様子だった。 またそれとともに菅さんの方は飲むのを加減し始めたように思われたいざという時に解放する役に回るつもりだったのだろうかそのうちに菅さんが言ったことがさらに具体的な形をとることになったそこの机に並んでいる調子が5本までは普通に数えられたが6本目7本目あたりから気がついたのは 長子が自分の前で鑑定式の分裂更新のようなことを始めて机にじっとしていないためにそれが7本あるのか8本あるのかまして8本と9本では何度か数え直してみてもどっちとも言えないことでそうなると8本あるらしいのも本当はまた6本か7本なのかもしれなかったそれでも分裂更新と格闘しながら飲むことも食べることも菅さんと話をすることもやめないでいたのだから 関さんよりは十は年上でもまだこっちも若かったことになる。そのうちに調子の列をハスに目を使ってみるとその瞬間は更新が止まって調子が数えられることが分かった。それで九本並んだのがある時目に入ってしばらくしてそれが空になったのを確かめるとまた一本頼みその列が十本になったのがまた目に入って 何か机が自分から遠くなっていく気がした。大丈夫かと、カンさんも存在ないちょになって、机越しにこっちの肩に手をかけた。それは気合を入れられたようなものだった。確かに若いうちというのは、ろくでもないことばかりあっても、体力と体力から来る気力があることは認めなければならなくて、青年が真剣になった顔つきというのは、精神なものがある。 それで我に帰ってその十本目の調子を取ってカさんの杯に注ぎその手も震えていないようだったカさんは笑顔になってそれを受けるとその同じ十本目の調子でこっちに注いでくれた今からその時の状況を察すればカさんはこっちが酔ったと見たのを自分の思い過ごしと考え直したのではないかという気がするしかしその十本目も大体のところはこっちが自分一人で開けて どうにももうそこで飲み続けたくはなくなり、どこか別なところに行きましょうか、とカンさんに言って、めい,めいの感情を済ませて立ち上がった。いわゆるはしご酒の心理だった。外は寒天に満月だった。その下を、道の真ん中を歩いていくと、電信柱の電線が月を遮ることもなくて、一面に霜が降りたように白い中で頭が冴えた。 強いんですねとカンさんが言ったどこかの座敷で縁もゆかりもない人間にそういうことを言われるのと違ってこれは青年が年長者を認めた言葉であることが感じられてうれしかった一体に青年というのは何が何だか分からずに確かなことを求めているものであるからこれがそうと認めたことは確かであるいわば必死の勢いでしがみつかれるようなものだろうかそして そういういことをを言われた時に返事をする必要はないその代わりにそれから行くその行く先が問題になって京橋から銀座新橋にかけてはそういう場所を知っていても本郷の辺りはまだ不安内な,なのを思い出して菅さんにあなたたどこかかか知ってていませんんねと持ちかけてみた菅さんがその真っ白になった道を走ってきた円卓を止めて何か交渉をしていてから二人で乗った。 この頃は円卓という言葉が用いられなくなったことをこの頃になって知ったそれで説明するとこれはもともと今日の言葉で言えば個人タクシーが初めて東京に現れてこれが大概どこへでも1円で行くのが珍しがられて円卓と呼ばれたそして今日の事情とは逆に初めは1円だったのがだんだん値下げして50銭30銭どうかすると20銭で同じ距離を行ってくれるようになり それをいくらにするかは運転手との交渉次第だったあるいはもっと手っ取り早いところで片手を開いて振ってみせれば50銭で乗せてもらいたいということだったその代わりに随分ガタピシした車もあって我々がその晩乗ったのもそういうガタピシしたものだったが行きたいところに待ったなしに行けることに変わりはなかったしかし行った先が白山だったが もう少し遠い神楽坂だったかどうも思い出せないどっちの方へ行くにも本郷からは坂を下ることになってただその時は途中からまた上り坂になったような気がするので神楽坂だったのではないかと考えるその頃夜遅くなって行けるところにバーとカフェへと待ち合いがあったそのバーとカフェへとどう違うかは面倒だから細かい説明は略して 要するにその中で一番設備が簡単で誰にでも行けるのがバーでその数も多かったその白山だか神楽坂だかのバーが菅さんの馴染みの店だったことは入ってみてすぐに分かったそれが本郷ではなかったことは若くても菅さんが既に酒の飲み方を心得ていたことを示すもので飲むのはその行き帰りが大切であってゆっくり歩いて帰れる距離でない時には ある程度は遠方でなければ帰りに酔いを覚ます暇もないまた飲んですぐ隣の自分の家に戻るというようなこと自体が京ざめであるその菅さんのバーが地理的にどこにあったのでも円卓で行って帰ってくるのにちょうどいい距離にあってそこに着いた頃にはそれまでいたおでん屋がすでに頭から消えて飲み直す気分になったその頃のバーというもののことを思い出すと 種もも仕掛けもないといいとう言い方が頭に浮かんでくる。全くその通りで名前は一応はシャノワールとかアルデンヌとか外国風のものをつけて多少は工夫をした看板や検討でそこがその店であることが外からわかるようにしてあったが中に入れば大抵どこも同じで薄暗い中に家具がいくらか置いてある向こうにバーテンが用紙の瓶が並んでいる棚を背に止まり木でその下半身が見えなくなっているという趣向だった。 それだけあれば酒が飲めるからである。もっともその他にどういうつもりなのか白の鉢植えが置いてある店が多かった。それから女給さんというものがいた。しかしこれも要するに誰かがバーテンのところから客のテーブルまで飲み物を運ばなければならなかったからで男よりも女の方が雇いやすいのはその時代にも変わりはなかった。それに女給さんというのは 客が置いていく金だけでやっていくのが普通だったようでそれも一晩に五十銭も置けば誰も文句を言わなかったこのお互い様に非常な扱いには聞くすべきものがあるそれが不愛想ということではなくて客は手軽に洋酒が飲みたいからバーに行きその客のために物を運ぶのが商売になるから女給さんはそれをやって互いに冗談を言っても「いらっしゃいまし」に「や」くらいでも この基本的な関係は堅持されていたそれで便利である上に爽快でもあってバーに入るのがカフェではなくて行きつけのパリのカフェで空いているテーブルを見つけた時の感じに似ていたその晩カンさんが連れて行ってくれたバーでも我々はそうした気持ちで空いていたテーブルの一つを取ってウイスキーを頼んだここでもう少しまた説明しておかなければならないことがあるなぜか こういうバーが客でいっぱいになっているのを見たことがなくてそれでもバーというものがやっていけるようだったのは一般に生活が楽でたまに中古の自転車を新品だと言って人に売りつけたり横浜で安く手に入れたコーヒーをもう少し高い値段で東京のどこかで引き取ってもらったりすることで暮らせたのと同じことだったらしいもう一つどうしてかその頃は国産のウイスキーというものをほとんど聞かない代わりに 外国のものが何でもなく飲めてどのウイスキーにするかは値段ではなくて好みの問題だったまたそれだから水で割って一杯をなるべく長引かせる算段をする必要もなくて大体は木で飲んだカンさんがブラックエンドホワイトを注文してこっちはホワイトホースを頼んだカンさんはこっちがおでん屋で飲んでいるのを見て 安心ができる相手と決めたようだったもっともそれで急に陽気に振る舞うのでも慣れ慣れしくするのでもなくて安心した分だけくつろいだ様子になりそれがこっちにも伝わってウイスキーの味がにわかに親しめるものになったあの頃はウイスキーというものを随分ん飲んだものであるこのもともとはスコットランドのどぶろくに近い地酒だったものが多少の工夫をして色が澄んだりしたところで 今でもあままりうまいい。飲み物とは思えないしかしその焦げ臭い匂いもどこか喉をさす味もあっさりしているというふうにもとれて一晩を改めて飲んで過ごす気分の時にはその色が澄んでさえ見えるカンさんと二人でそこのハげかかった間外側の背の椅子に腰を下ろしてそのウイスキーでやっているとそこの店はガスが燃えていてその日がそれが冬の晩であることを知らせた。 別に賑やかかなな気分ではなかったしかし菅さんのような頼もしい青年と飲んで時を過ごすのにそれだけのものがあれば十分だった「昔は江戸川で泳げたそうですね」と菅さんが言ったしかし白山も江戸川からそう遠くはないからそれだけではまだ店の場所が明らかにされたことにならないまだ隅田川で白魚が取れるんだから 江戸川だってもう少し昔ならば水が澄んでいたかもしれないとこっちはその江戸川を昔は遡ってどこかまで船で行くのが普通だったことを思い出しながら言った現に江戸川はまだ夏になると涼しげに見えたそういう背景ならば冬に当時のバーでウイスキーを飲んでいても外国のことを思う必要がなかった菅さんは本当の飲み助のたちらしくて アルコールが体の中を回っているのがそれだけで楽しい様子でその満足に浸っていうことは実はどうでもいいのだとも考えられたそういう人間の傍らにいるとこっちもその気になる「あのおでん屋のガンには何か細工がしてある」とこっちは言った「あれは胃腸を入れる前にいるんですよ」とカンさんが言ったあそこの親父さんから聞いたんです そそうするとあそこのの種はお手製なのか。しかしおでんの種をおでん屋が自分のところで作るのかおろしで買ってくるのかというようなことも実はどっちでもかまわないことだったその部屋の炉をまねたくぼみに小さなガスの炉が燃えていて家具はどうということはないので前からそこにあった感じで落ち着きそこで出すウイスキーは本物で。 女給さんは客が二人で話すつもりでいるのを見て注文を聞きに来る以外は近寄りもせず飲むので取り上げたグラスをテーブルに置くときの音とガスが燃える音のほかは薄暗闇がすべてを包んで酔いが体を回っているのが嫌が上にも明確になってくるそういうあの頃のバーで過ごした晩を今でも思い出すことがある「だからどうというのではない。 何でもだからどうかしなければならなくなっているのが戦後の創造しさであるその晩はもうおでん屋の酒が10本飲めるかどうかというようなことは済んでウイスキーを時々おかわりして飲んでいればよかった「戦争が起こりやしませんかね」と同じ満足している様子でカンさんが言った「起こるかもしれませんね」とこっちは答えたその頃、 繁栄がある程度起こすと戦争が起こるということをどこかで読んでいたもっともこれも戦前の話であるそうするとまた兵隊さんかともう兵役を終えて帰ってきていた菅さんが言ったこっちは兵士だったしかし菅さんがまた兵隊になって出ていくということも考えられなくて戦争もがんものの製法とともにそろばんの波に運ばれて流れ去った 軍隊にいた時にねと菅さんが言って話がそっちの方のことになった夜通し行軍していて朝になったら肩の銃に霜が降りてるんでびっくりしたその頃日本は確かもう十何年か戦争をしてなかったしたがってそれは昔話になっていたが徴兵制度があったから軍隊生活というのは日本にいる人間が何十人かに一人の割で経験していることで 珍しくもなかったのみならず軍服を着た兵隊また兵衛から聞こえるラッパの音が日常の生活の一部になっていたその陸軍のラッパというのは間取がしたもので新兵が兵衛で消灯ラッパを聞くと家が恋しくて泣いたものだそうであるが我々が外でそれを聞くとただ夜が来たと思ったまだワシントン条約が締結される前後の軍縮気分の煽りで 士官が軍服を着て電車に乗ると気が引けたというのだから軍隊生活というのがどういうものか知らない我々にも大体の想像はついたそれで陸軍のコチコチ組は歯ぎしりして悔しがっていたに違いないがそんなのは我々が知ったことではなかった要するにそういうふうだったから菅さんの軍隊生活の話もそのままで立ち消えになったどうもそのバーが神楽坂にあったのではないかと思うのは そこを出てさんといった町合いの周囲が今になって頭に浮かんできて当時の白山の色町ではその地形が合わないからであるもちろんその神楽坂も戦争で焼ける前の当時のものである今はどうなっているのか知らないがその頃の規則ではバーというのは夜の11時に閉めなければならなくて11時までに入ってしまえば多少の時間的な融通は聞いても 12時近くになればどうしても店を出ることになったそうするとあと行けるのは大盛りのカニ料理の店でもない限り待合しかないその待合のことをこの頃は何と言ったか忘れたが大体の察しはつくと思うそしてその待合についても何か規則があったとしてこれは警察に黙認されてのことだったのか真夜中過ぎても客を入れることは入れたから バーの次にもっと飲みたければ待ち合いという順序になったそれを待ち合いの方で喜んだかどうかは別問題で従ってそういうことをするのにはどこかおかみさんと懇意な店があることが必要だった菅さんが黙って坂をまた登っていったからその辺りに知っている店があることが察せられた確かにあれは神楽坂だったそこから赤城神社の方を向いてだいたい右が小さな待ち合い 坂の左が大きな料理屋風のものという具合になっていて菅さんは右の方に向かって歩いていたその辺りは焼けてしまったが当時はどういうのか一軒の店ごとに小さな丘の上に立っている形で丘に工程がありそうして段々になってどの段にも店があって見当がついているのがいかにも手招きしているようだったそれはおとぎ話の眺めでもあり千夜一夜を思わせました 確かハールーン・アル・ラシードのハーレムはそういうふうにいくつもの小さな建物が散らばってできていたはずであるそこに書いてあるような庭はなくてもどの店にもそれぞれの植え込みがありそういう何流かの町合でも不審にある程度の趣向は凝らしてあってこれが男が遊ぶ場所だという感じが出してあるのはその実物がなくなった現在ではただそう書くほかないこの男が遊ぶ場所というのは くつろいいでで飲めるということでもある。ととうこもあ今から思うと待ち合いというのは遅くなってもいけたから行っただけではなくてその風呂に浸かっているのに似た気分が待ち合いというものにあることも確かに手伝っていたその一軒の前で立ち止まるとカさんがベルを押して玄関の戸を開けたそこの中井さんらしいおばさんがカンさんを見ると「またですか?」と言った「もう1時を過ぎていたことは事実だった」 カンさんは目を伏せるようにしてからまた顔を上げて、でもね、と言った。こっちは後ろにいたから分からなかったが、おそらくは笑顔になっていたのだろうと思う。カンさんはそういう無邪気な笑顔になることができた。これから戸締まりをしてあなたは寝ればいいんだから。それからどうするのかと思っていると、そのおばさんは我々を2階の八畳の座敷に通してからしばらくいなくなっていて、 次に大きな盆を持って現れた「カンさんが来ればどうすればいいのかよく知っているようで盆を畳の上に置くとそれに乗っている何十本かの調子とそれと同じくらいの本数のビールの中からビールを一本とコップを二つ取って机に置きビールの線を抜いて我々に注ぐとさらに盃を二つ我々の前に置いて「ご苦労様と我々の方で言っていいようなことを言って部屋を出ていった。 しかし相当に飲んだ後で夜中に大きな盆に運ばれてきた酒とビールを一本ずつ片付けていくのは決してご苦労なことではないその中井さんがビールを注いでいったのはこれも菅さんに訓練されてのことだったのに違いなくて一晩飲んでいれば妙な具合に喉が渇くからまずビールということになるそのあたりから菅さんが本式の酒飲みであることが分かってきたこれは 強いいいこことととをを示ししてただガブ飲みするううようなことをしない人間を意味してそれでもきあるいはコップは離さずその上下がゆっくり時を刻んでいくまたそんなふうに落ち着いて飲むには深夜に他に入れてくれるところがなくなってたどり着いた当時の待合の座敷でやるのが一番向いているかもしれなくて人間はこうして酒と対等になるそこに一緒に飲む相手がいても それならばその数の人間が酒と相対になっているので呼吸が乱れないから同じ人間である親しみが生じて自分以外の者のがいるのは邪魔にならないしかしそこまで書くならばさらに説明が必要になるこういう真夜中でも女を呼ばない客を入れてくれるような待合というものは今はそうしたことがどうなっているのだろうとその頃は少なくとも一流と呼ばれる種類の店でなくて 座敷というのも素人下宿の部屋を掃除だけはまず丁寧にしてある程度のものに過ぎずそこの床の間にかかっているのは近所の古道具屋で買ってきたあり合わせのものそしてその下の花瓶に差してあるのは増加かもしれないつまり時刻は夜で酒とそれを飲む場所があるだけということが大切なのであるまたその酒にも注釈をつけなければならなくて ビールはどこで飲んでも同じようなものであるがその他のものはそういう店では安酒しか置いていないのが普通だったのでいろいろと混ぜて飲んで夜遅くなってから改めてその安酒になるのでその反応はまず気持ちが悪くなることから始まったまたそれを我慢しているうちに不思議な具合にそれが酒をうまいと思う気持ちに変わってコクも色も何もあったものではないのだからそれは純粋に酒だったとも言える。 かんさんがさかずきをあげおろししてこっちもさかずきをあげおろししたそれがコップになることもあり瓶や調子が空になると二人のうちのどっちかがボンの方に手を伸ばしたこうしてるといくらでも飲めるとかんさんがわかりきったことを言ってそれがおざなりでなくていかにもその通りのことに聞てた気が散らなくていいやとこっちも まず間違いいがないことを言ったもう終電車が行ってしまってからだいぶ経っていて車の音も聞こえなかったこうなれば次の変化は夜が明けることであるが朝というものがあったのは大昔のことで夜がその座敷に泊まっている感じだったこの状態で大きな盆に並んだ調子とビールの瓶が多すぎることもないことが分かったそのうちで空になったのも元の場所に戻すから 見たたたとところは初めに運ばれてきた時と同じだったが、列がまっすぐの部分と乱れている部分を比べれば空になった本数の方がすでに多くなっていたそれが何時頃だっただろうかしかし酒飲みの気持ちではまだ全体の半分近くが残っていることで安心していられて確かに調子一本がそう瞬く間になくなるわけでもなかったこれは例えて言えば 流れが緩やかな川を船でゆっくり下っていくようなもので、どこかにいずれは着くということよりも、そうして現に船に乗っていることに注意がいく。自転車が実用向きでなくなるっていうこともあるだろうね。とカンさんが今度は別なことを言った。皆が車に乗るっていうようなことになって、その時は実用向きでなしに自転車を宣伝することだってできるだろう。 と、こっちはどこかへ行った時にその頃は自転車にもついていた番号が1万台を超したのがあったのをなぜか思い出していった何か自転車に乗ることに外国風のカタカナで書く名前でもつけてさあるものがないと困るから手に入れるのよりもそれがあるのが流行りになった方が人にそれがなくちゃならないと思わせる力は大きいよそこに目をつけてお宅じゃ自転車のゲップ販売を始める。 いつか東海道を自転車でで京都まで行ったことがあるんだ、と菅さんが言ったあれは面白かったけれどトラックにはかなわないね埃がひどくてまだ自転車で行ける道が日本に残っているだろうとこっちはその同じ東海道を歩いて旅行した時のことを思いながら言ったそれでまだ鉄道の鉄橋しかかかっていない大井川を私で渡ってね 対岸の丘が午後の日光で暖かそうなのを見てその辺りに家を建てて住むことを考えたしかし道っていうのは人間が行ったり来たりするものだろうそれが自転車に乗ってでもそんな感じになれるだろうけれどトラックはどうだろうねあんなものじゃどこへ行ったって同じじゃないだろうかそれが普通の車だってきっとそうだよ歩くのに越したことはないかしかし 我々が本当にそういういいことを考えているのではなかった例えば二人の者が釣りをしていて魚を捕ることよりも浮きを見つめているのがなんとなく楽しい時に互いに思い出しては言うことに対して意味はない我々は飲むことに浸っていて黙っていてもいいのに頭をかすめることがあるとそれを言っても構わなかったから言ったしかしどうかすると両方が平成考えていることをどっちかが言って 注意が酒からその方にそれていきそうすると初めからましも源氏もしないでいる感じの良いがその力を貸して平成よりもそのことに頭が集中したこれからの時代っていうようなことがあるのかねとカンスさんが言ったそういうことを聞くけれどそれがどんな時代でももっとわかりやすいところで自転車が売れなくなるとか誰もが車に乗るとか そして戦争が起こるとか、もしそういうことになったらそれがこれからの時代っていうものなんだろうかもしその3つがその通りになったらそれは何時代っていうのだろう何時代でもないだろうこっちは雑誌についている題以上に時代というものが信じられなかった実は兵士だからねまず戦争が起こっても取られないだろうもし取られればもう日本の負けだよ しかし仮にそういうことがあってもそれでそのこれからの時代がどうにもなるものじゃないだろうやはり負けても何でもその戦争が終わればこっちは胸をなで下ろすだろうしそういうことになって時代なんていうことを思うかねそしてそれを思わないのかどうかしてるんじゃないんだあなただって誰だってきっとそうだよその胸をなで下ろすんだって自分が元通りの人間だからじゃないかそれで自分は元通りで これからの時代なんていうことを考えたって何の達しになるのかそれよりもこれから自分がどうするかで自分の一生は時代じゃない時代っていうものはないのかとカンさんがそこまで話を進めたないさどうもそんな気がした例えば石器時代っていうものはあったそれからと いくつかの時代の名前が頭に浮かんだのどれも知識人を匂わせるものなので全て消したある長い期間をずーっと後になって振り返ってみればそこに時代があることになるけれどそのどの時代だって今は今だったんだよこの今が今なのと同じでなんだかそういう話をしているのが滑稽になってきた現に我々はこうして飲んでいて今から300年前の人間もやはりこんなふうにして飲んでいたんだ それでいいはずだだと思うんだけれどこれからいろんなことがあるんだろうなとそのことを別に気にかけてもいない様子でカンさんが言った戦争に行くかそれとも自動車の修理工になるかカンさんがナッパ服を着ているところが一瞬目の前にちらついてカンさんならば似合うだろうと思ったこれが軍隊では相当な成績を上げたのだろうということが別に頭に浮かんだ そのの一生は長いいに違いなかったそう思うことがその夜を長くした「少々行く時ぞ」といったところで若いうちは時間が恐ろしくゆっくりたっていくそのことに影響されて今は時間がこうしてよどんでいる感じなのかという妙なことを考えて別にそういうことはなくて自分は自分で飲んでいるのでも カンさんという人間がそうして立っていく時間の魚になっていることに気がついたその頃はこっちもまだ若かったのであっても自分よりもとも下の人間というのはそのこれから先のことはその人間の責任であることに安心を覚えてそう目を光らせてばかりいなくてもいいもう一人の自分がそこにいる感じにさせるものである棒に乗っているものの大部分がもう空だったが ビールと調子がそれでもまだ一本ずつ残っていたカンさんがビールの線を抜いてこっちのコップにも注いだそのビールが変に苦みが効いていて爽やかだったちょうどこっちが床の間を背に座っていたのでそこから見上げる雨戸の上のガラスが白くなっていてビールの味が朝になったためかとも思われた飲んだらとカンさんが言った あなたがこれほど強いとは思わなかったそれをこっちもあなたにお返ししなければならないのかねとそのことがこっちはおかしくなったまあおあいこというところかそうとカンさんが答えたしかしこっちの方が若いからそれはどうもその頃は年上の人間の方が若いものよりも上であることになっていたもっとももし今はそうでないならば そここのところがどうかしていカンさんが開けたビールはすぐになくなって最後の一本の調子が机の上に置かれた「もっとというわけにもいかないだろうな」とカンさんが言った「あの中井さんはかわいそうに今頃はよく寝てることだろう」「こういう時の最後の一本というのは貴重であるよりも急ごうにも自然に飲み方が遅くなるくらいにうまい」 もう汽車が出る時刻が迫っていてそれで今のこの「今」というものが全ての時間を要約する感じであるのに似ていてその一杯が酒を要約するカンさんが立ち上がって「待っててよ」と言って出て行ってしばらくすると「あった」と言って手にもう一本の調子を持って戻ってきたまだあるはずと台所まで降りていくとその一本がそこの台に乗っているのを見つけたのだった それは冷やだったが中井さんの運んできた分ももう何時間も前にそうなっていておかんがどうのこうの言うことはなかったその一本もあるいはその一本がことのほか下の上に溶けるようでそれをほんの少しずつ飲んでいるうちに外の明るさが増して電灯の光がぼやけて見えてきたそのころ下で物音がし始めた菅さんが帽子と街灯を取ってはしご段を降りる後からついていくと 玄関を前の晩は見なかったそこの女中と分かるのが掃除していて菅さんを見ると黙って玄関の戸を開けた我々が靴を履いて出ていくまで何も言わなかったのはこういう時には言うことがないからかもしれなかったそこの外は前の晩の段々になった店の建物や植え込みに早朝の白い光がさしていてあまり感じが違うので同じ場所に思えなかったしかし気持ちが良かった こういうい時に何か食べさせてくれるところがあるといいんだけどねカンさんが言ったあの上野の何とかいう揚げ出しの店のようにしかしその辺りは夜は賑やかでも朝は静まり返っていて牛乳や新聞の配達が一層朝になったことを思わせたそして円卓も通り始めていたからその一台を拾った「東京はまだ眠ってるんだね」と 車が走り出してからカンさんが言った。皆が忙しそうにし始めるまでにどのくらいかかるんだろう。ただし、その頃の東京は皆が起きてからも今の日曜日のようだったことは前に書いた。本郷の電車通りに差し掛かると豆腐屋のラッパが聞こえて、オンが鳴いているのもその頃は珍しく思うことでなかった。しかしこれも朝になったことを体に知らせるものである。もう 早朝の割引で6線だったか往復10線だったかの電車も走っていたその前夜のような一晩を過ごしてなぜ朝になっても眠くなかったのかは今になってはわからないやはりそれだけ若かったのだろうかむしろ朝の気分が精神でどこかで眠気を感じているのがそのうちに昼寝でもすればと思う程度に止まっていたあるいは東京の空気も良かったのかもしれない とにかく朝になれば間違いなく朝の感じがして朝の音も聞き慣れたものが響きその真似ができるくらいだったそしてそのことでまた時代というようなことを言うことはないその頃と今では朝の感じに多少の違いがあるだけで時代はそのことと関係がないもし東京の空気が再びきれいになるようなことがあったらそれは時代に逆行することであるのか もっともこれはその朝菅さんと本郷に向かっていきながら車の中で考えたことではないついでに書いておくとその車の中は寒かったいつ頃から車に冷暖房の装置がついたのかは調べてみなければわからないが冷房が戦後であるのは確かなことのようで暖房の方は戦前からあってもその装置がしてあるのは役所などの大きな車に限られていた。 それで円卓にはもちろんそういうものがなくて運転手はエンジンの前に席があるからいいようなものの客はその点は外の街を歩いているのとあまり変わりがなかったしかしそれでこういう朝帰りの車の中での寒さが冬の朝の気分を助けたということもあるそれはズメの鳴き声や地面に降りている霜と同じでそうした外から締め出されていない車の中にも朝があった したがってそれはそのまま熱い番茶だとか味噌汁だとかトーストだとかにつながったまたこれをさらに延長すればおでんに焼き芋に火鉢に起こった炭火がありこの寒さがあって当時の洋館の温水暖房も炉に燃え盛る薪の火もそれはそれなりに冬を感じさせたそういうことになればメリアスのシャツというものが着られるのも冬だからこそだった この冬という事実とそれに対する感覚があれば手軽に山登りに出かけていって遭難したりしない車から降りる前に五円札を一枚出して「これ」と言って菅さんの上着のポケットに押し込んだそれまでの一晩がそれほどしないことは分かっていたが待ち合いに行く前にも菅さんのご馳走になっていて菅さんがうなずいただけだったのは こっちがしたここととが当然のことだからだった。母さんと路地の入り口で別れてこっちの家の前まで来るとおしまばあさんがたすきがけで姉さんかぶりをして門のところを履いていてこっちが来たのを見るとほうきを手に持ったまま「お眠いでしょう」う、と言ったのがなぜか思いがけなくてただそれだけのことでうれしかった。